皆さんこんばんは。本日は犬の肉球って何であるのについてご説明していきたいと思います。肉球は主に弾性繊維、コラーゲン、脂肪などから構成されています。犬の肉球は主に3つの役割を持っています。 1. 滑らずに歩くため。犬の肉球は表皮という分厚い角質で覆われている部分が突起状となっており、滑り止めとして働いています。このおかげで犬は凍った地面も滑らずにうまく走ることができ、急ブレーキなども可能となっております。 2. 体温調整、地面からの影響を緩和するため。犬の体の中で唯一肉球はエクリン汗腺という汗を作る器官があります。人間が全身にかく汗と同じ汗を作る器官です。肉球に汗をかくことで体温調整を行っています。 3. 衝撃から足を守るため。犬の肉球は歩行時に犬の全体重を支えて体への衝撃や負担を和らげる働きをしています。肉球のトラブル。肉球のおかげで地面からの熱を感じにくくはなっているものの、夏のアスファルトや砂浜など非常に高温になっているところを歩くと火傷をしてしまいます。軽い火傷の場合は水や保冷剤をタオルに包んだもので冷やして対処しましょう。犬が嫌がってもしっかり冷やすことが大切です。もし歩くことを嫌がったり水ぶくれができてしまった際には、早めに動物病院を受診しましょう。いかがでしたでしょうか。犬の肉球って何であるの？の答えは、滑らずに歩くため、体温調整、地面からの影響を緩和するため、衝撃から足を守るため、この3つの役割のためにあるんですね。毎回はなかなか難しいかもしれませんが、ワンちゃんの肉球ケアをクリームなどでしてあげるのも良いかもしれませんね。この動画が良かったよ、参考になったよという方は高評価、チャンネル登録をお願いします。